にいるんだよ。くれても無駄だぜ。立花さんから全部教えてもらったんだ。頼むよ先生、立花さんから手に入れてるんだろ、俺にも少し分けてくれよ。あの人にも困ったものよ。するんだよ。いつもの好青年って感じじゃないね。そんな薬なんて飲むな。体にどんな影響があるかわからないんだぞ。そんなことないわ。私の一型は素晴らしい薬よ。人間をさらなる高みへと引き上げることができるのよ。そのちょっとした副作用があるからって水で薄めたような荷型を作るなんて神への冒涜だわ。遠山君、あなたが研究所で投与されているのは荷型よ。これで分かったでしょ。あなたの期待している結果が出せないことは必然なのよ。だったら俺にも一型ってのをくれよ。俺先生がみんなに薬をやってるの知ってんだぜ。それはダメ。あなたは恵まれているもの。聞きもしない二型を投与され続けなさい。私の薬は悩みを抱えている、不平等で虐げられている私の可愛い生徒たちを幸せにするためのものなんだから。これを使えばみんなを救うことができるのよ。それのどこがダメだというの。ているのなら、そんな危険な薬を。危険ですって。危険危険って。これのどこが危険だというの。
のバカな。なんだよその姿は。ああ、なんて気持ちがいいのかしら。この高揚感素晴らしいわ。何でもできる私が高み。私がやらなきゃ。私死んでしまう。ここりゃまずい。このままだと取り返しがつかないことになるよ。私はみんなを救うのよ。行くよ、暴走を止めるんだ。水木かおり、私に勝てるかしら。Yeah!
行くわよ。なんとか暴走を止めることができたみたいだね。私は一型があれば救えると思ってた。みんな抱えきれない悩みに苦しんでる。だけど周りの大人たちは真剣に向き合おうとしない。
誰も何もしないなら私が生徒を救うしかない。助けたかったのよ。